Welcome to どうも皆さん、えー、パーソナリティの乱十郎です。今回はですね、異例の前編後編の二幕作ということで、今回はね、めぐるさんの回の後編となります。一応念のために前編をまあ見ていない方は説明欄に URL のリンク貼っておきますので、ぜひ前編から。 見ていただけると嬉しいです、えー、念のためにねプロフィールの方ももう一度流していきたいと思いますのででは早速、えー、どんな方なのかめぐるさんのプロフィールを流していきたいと思いますそれではよろしくれいこさんお願いします本日のゲスト茂松めぐるさん1974年兵庫県生まれ職業はヘアスタイリストでいらっしゃいます美容学校卒業後 ミュージシャンを目指すも歌唱力のなさに挫折し、美容師に転身。20代中盤より青山、新宿で下積みから始め、店長へ出世。店長時代の経験を生かし、マンツーマンスタイルにこだわり、33歳で独立し、地元、日野市でファッションモンスターを立川市に移り、 サロンド SMC を経営されておられます。本日はどんなお話が聞けるでしょう。え前回ね、えー、途中であのぶっつりえ切ってしまったので、えー、今回はね少しその前のところからお話を少し戻して進めていきたいと思います。えー、それでは皆さん、えー、前回の続きをお楽しみください。あの多分ねこの会めぐるさんの会を見てねやっぱりもう興味持たれる女性の方もたくさんいると思うんですよ。 んでまあ、それなちょっと意外ですね。はい、ええー。でね、うん、まあちょっと今、僕ふと、まあ、ちょこっとほ当思いつきなのかも分かんないんだけど、ちょっとずうずしいお願いだけどね、はい、よかったらもしクラブハウスでさ、えー、僕のルームの女性の方たち何人かちょっと手を挙げてもらってね、はい、何かそれ美容に関するような、こうはい、めぐるさんをゲストに来ていただいてね、なんかそういうちょっとお部屋、 もよしのみたいなことをやれたら、はい、彼女たちもすごいこう勉強になるし。はい、あのう、はい、喜ぶんじゃないかなと思って。はい。どうですかね。そういうのって、もし、まあ、仮の話ですけど。やるってなった時に。はい。出ていただきます?はい。團、はい、十郎さんが。はい。その、なんていうんですか。専門用語なんでしたっけ。あ、もう出てたんですか。團十郎さんチャンネルみたいな感じで。 あーそれは YouTube はそうなるんですけど、まあ、ルームの場合はもう僕のルームってことで、例えば視覚障害者。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。もしくは、まあ、障害のある方の美容について知識を深めようとかね、おしゃれについて話しましょうみたいな部屋をどっかでイベントを立ち上げて、ね。ああ、なるほど。でも、はい、もうそれはそれはもう、でもう團十郎さんのお願いであれば、僕はどこへでも。 クラブハウスだからどこへも行く気を、い行くい <laughs>、はい。いや、でもね、いや、本当にそう言っていただけると、僕なんかのためにね、ねあの、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。はい、いや、あのね、團十郎さん、これね、ちょっと話長くなっちゃうんだけど、100 <laughs>、はい、<laughs> まだ大丈夫ですあ大丈夫ですよ。大丈夫ですはい。あのね、一つのクラブハウスのルームにいたんですよね。團十郎さんもいて、はい、で、僕もいて、まあ、何人かいて、 バーッと会話してた時に、はい、團十郎さんが会話に入ってこない時があったんですよ。で,でその時の内容喋ってる内容をちょっと忘れちゃったんですけど、うんはい、例えばもう完全に見える話例えばなんですけど血って赤いよねとかマヨネーズってクリーム色だよねとか、はい、そういうなんか会話をしてた時に、うん、ふと 團十郎さんが全然会話に入ってこなかったか。その時に俺失礼なことしちゃったかなと思って。いやいや全然そんなことはないですよ。はい、なんかこう目に見える会話ばっかりしちゃったかなと思ってはい、はい、それで團十郎さんに話を振ったんですよ。團、はい、十郎さんちょっと聞いてほしいんですけどはいはい。でまあかくかくしかじかで。はい 介護施設のあれ例のねあはいはいはい、はい、その話ねそねうね、ん、やっぱねぜひ今日聞こうかなと思ってたんだけどそれで感動してくれて、うん、ああよかったっていう感じだったんですけどね僕もさやっぱり見えてる人の、まあ、見えてる時間は僕長かったのでねそんなにはあの、うん、別にそのなんていうのかな気を使うこともないんだけどもやっぱりこうどうしてもね今リアルで。 あの例えば芸能人の名前だったりとかね、やっぱり見えてないと、どうしてもやっぱりそこはね、参加することはう嘘になっちゃうんで、だからといっても、なかなか気を遣わせないようにとはするんだけども、どうしてもやっぱり黙っちゃうときとかね、うん、あってね、めぐるさんも含めてさ、まあ、気を使わせちゃったこともね、あるかもわからないんだけど。うん、そうだから、気を使うこと自体がもうナンセンスなのかなとか。 うん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 いろんな考え方があるじゃないですか。僕らの教育って障害を持たれた方に関しては、うん、なるべくなるべく手を差し伸べてあげましょうっていう教育を受けちゃってるんで、だから今の時代と僕らが受けた教育って多分違うと思うんですよね。だからそれこそさっきダン郎さんが言ったように、はい、目が不自由な方でも。うん 意識高い子っているんだよってなった時にもう全くそんな教育受けてないしそれこそ乱暴かもしれないけども、うん、変な話美意識ってものに対してもう諦めてるっていうかやっぱり中には本当にいろいろな人いて、うん、いろんなこと諦めちゃってる人もいると思うのねうん、うん、で僕も諦めてかけたこともあるしやっぱりだからこそ みたいな人に出会ったりねいろんな刺激を受けてやっぱそれじゃダメなんだって思ってくれる、うんうん、だから僕も YouTube を見てもらってねたとえ一人でもいいから、うん、何かそういう刺激を受けて、うん、俺もやってみようっていうふうに思ってもらえるとね僕らも本当何よりもさ、まあ、あの励みになるっていうか、うん、だからやっぱり見えてる人も別にそんなに気を使う必要はなくって、うん、逆に言ったらもう。 困っっったら言言ててくくれれよとと、うん、遠慮せずに言ってくれとそういうスタイルでいいんじゃないかなと思うんだけどね世の中自体がそのその辺ってやっぱりあれですよね当たり前ですけど、うん、どんどんその障害者に対しての、まあ、デリカシーだったりリテラシーとかっていうのもどん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 変わってきてるそうそうそう形は絶対変わってくるからだからその都度やっぱりうん、うん あのまあ、法律的なものとかねいろいろ難しいことはと当然あるんだろうけどさ僕はでも気持ちのとこでは見えてる、うん、見えてない体が不自由不自由じゃない精神的にね健康だとか不健康ってことはさ人それぞれ生きていく過程で必ず起こってもおかしくないことなんでその中でやっぱりだからどこまで理解して、うん、まあ仲良くなれるかとかね、まあ、僕とめぐるさんなんかもそうじゃない,はい、はい、もちろん距離もあるしね。 当然、誓願と僕の全盲なんで、うん、あと、ね、やってる仕事も全然違うけども、やっぱりその気持ちの中でそういう、うん、まあつながりっていうものがやっぱり一番さ、大切というか、うん、まあそこがやっぱり一番じゃないかなっていうのは僕は普段思ってんだけど、ねうん、うん、だから僕もその、まあ、施設行って、髪の毛切ってて、なんていうんですかね、まあ、考えさせられたのは。 まあ、例えば僕車乗るんですけど、はい、車乗って何かそれなりの事故したとした時に指が使えないってなったら僕的にはもう絶望的なわけじゃないですかはい、はい、でもそういうストーリーで障害者、うん、になった人とかっていうのもきっといるんでしょうしうんうん、うん、いやもうたくさんいますよそういう人<う>たくさんいるんだいますだって僕だって 自分が思い描いてた人生と全く違う人生。まあ、まあそう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 ,そうですね。ダンジョンロさんもそうですよね。うん、そうなんですよ、うん。だからまあそれって別に僕らは目だけではなくてね、まあいろんな事故とかもちろん病気とかね、やっぱりそれってまあどこでも起こりうることなんでしょうけども、そことどうやって本当に向き合っていくかっていう中で、うんうん、まあ社会の支えはもちろん必要なんだけども、やっぱり対人間 としてね、うん、やっぱそういうまあ優しい気持ちとか、うん、そこのところやっり広めていきたいなっていうのはもう本当に、うん。うん、でもそう、だから團十郎さんに聞いてびっくりしたのは、うんねえ、変な話、目が不自由、もしくは目が見えないのに、うん、メイクを頑張ってるってすごくないですか <laughs> もう、ね、それはね、僕も本当に僕はメイクしないから、もうすごいなと思って。だ、まあ、だからのお話もしたんだけど どんなふうにやってるのかってことも僕も聞きたいんですよ、女性の方にね。そういう回をね、うん、ぜひちょっとあのお願いしますので、それはいつでも読んでいただければと、はいでで。それでさっきちょっと出たんだけど、これ僕も初めてしっかり行くと思うんだけど、あのはい、さっきの施設の、ね、お話で、はい、これ前に、ね、教えていただいて、うん、定期的にね新潟の就労支援かなの施設の働い、はい、ているすよ。まあ そうですよね、ハンディキャップのある方にの、はい、まあヘアカットやってみえるっていうのもちょっとお聞きしたんだけどその、ね、ちょっと活動のさあの詳しいことなんかもちょっと聞きたいんだけどもともとうちのお客さん、はい、うちのお客さんで障害施設やってる方がいるんですよはいえっと障害施はいはいはいねあはいはいはいあの就労支援施設ってこと、えー、障害 ワークアップってとこなんですけどはい、はい、ワークアップ、はいはい、そこがちょうどだから一番最初のコロナの時ですよね、はい、その施設長に「大変っすよ」っつって「コロナで」つってはい、はい、言ったら「はい、じゃあうちの利用者さん切ってよ」って言われて「はい、ああそれはもう全然行きます行きます」つって、はい、3つ行ったんですよね施設に。 ああ、その就労支援施設ね。はいはい、就労施設。で、そこで3カ所、多い日はもう10人10人10人とかで、はい、切らしてもらって、はいで、で、それ終わってから帰ってくるじゃないですか。はい、帰ってきたにはに、はい、なんかこう、ぼーっと考えてて、はい、僕は、あの、容師さんになりたいなと思って美容師さん始めて、今,今もやっといてるじゃないですか。うんうん、それってやっぱり 不不自由じゃないしも不自由由じじゃゃなないい。し、も目も見えるし、言葉もしゃべれるし、耳も聞こえるし、はいはい、っていうところで、一つでもかけたら美容師さんってできないと思うんですよね。そうですよね。確か今、<の>日本の法律だと、確か健康状態が関係してくるんですよね。そう,そ,うそうです、そうです。今、僕の、多分なんですけど、日本の国家資格で免許を取るんで、はい、障害者さんになれないんですよ。 ああそうなんですか、はい、でそれも国家試験が受かってから診断書を持ってくるようにっていう国で定められてるんですよ。ああ、そうなんですか。初めて美容師されるんですよ。なので僕、今行かせてもらってるところの、うん、みんなが美容師にはなれないんですよね、残念ながら。 ああ施設のね、あの方たち、ね、そうで,すそうです働いて見える方たちだよね。はいはい、でそれで、うん、たわいもない世間話とかするんですけど、はい美容師さんと面白いっいと聞かれたことがあるんですよ。はい私もなりたいな、美容師さんにみたいなこと言われたときに、はい、僕はもう、どう答えたらいいのか分かんなくて、はい僕、意外とその辺真面目なんですよ。はいはい、<laughs> なので、うん、もうすぐ、あ いいんじゃない施設長に相談してみなっつって、もう施設長に投げたんですけど、はい、どう答えていいのかわかんないので。そっからですかね、その、まあ、例えば目が見えないっていう方がいらっしゃったら、はい、もう美容師さんできないじゃないですか。はい、で、僕は自分でやりたいと思って慣れた美容師なんで、それはもうやっぱりいらしてくれたり、 したら、うんうん、もう全力でやります、ねうん。うん、そうですね。うん、はい。いま、うん、だに。多分これからも。続くことだと思いますね。あでもさそれ。結構たくさんの。就労支援で働いている方。切られるわけ。そうですね。うん、大体。多い時には一施設。十人。で、それをまあ、三日に分けて。はい。十人、十人、十人で。 来ていってでみんなやっぱり喜んでくれるんですよね。そりゃそうでしょう。う,ん、うん。なかなかさそんなまあ新宿とかねおしゃれなお店でやってる方がねこう来ていただけるっていう機会もやっぱりなかなかないんじゃないかなと思うんだよね。そうですね。うん、都心で働いてた時って、うん、確かに車椅子でいらっしゃったお客さんとかって多分一度も僕ないんで。 だからそういうのとか團十郎さんの話とか聞いて美意識高い子いるんだよってなった時にそれはそれでなんかすごいもどかしくなってみたりして、はいはい、一度ぐらいは行ってみたいんだろうなっていうこととか考えさせられるじゃないですか。はいはい、まあでもそこは仕方ないにせよ、うん、まあ青山とか都心じゃなくてもそういう美容師さんはいるんだよっていう、うん。 もう逆に分かってもらいたいところではありますよね。いや、本当ね、でもね、それ素晴らしい話だと思ってて、うんうん、なんていうのかな、やっぱり。の深く感動してましたよね。いや、もうね、僕ね、本当ね、ちょっと大人げなく、ちょっと、ちょっと類線がね、緩くなるぐらい、やっぱり嬉しいかったんで、<laughs> <laughs> 感動しましたよ。ね、うん。あのでもそれで、例えばなんですけど、僕のイメージで。はい、はい 全く見えない状態で、そういう場合ってお、お付きの方とかいらっしゃるじゃないですか。ああ、まあ、ガイドさんと行かれる方もいるしね。はいはい、まあ、もちろん1人で行かれる方もたくさんいるとは思うんだけど。ええ。それで、お付きの方とかが、今まで見たことないぐらいに、可愛いいよって言われたら、すごい気持ちいいんだろうなとか。うんうん、いや、それね、本当に僕ね、ぜひ体験してほしいんで、僕もね、あの、はい 女性のお友達ね、まあ、もちろん男性も、ね、の方もね、おしゃれ当然してほしいんだけども,もちろん、もちろん、もちろん、ね。どうしてもね、女性の方の方が髪の毛、ね、長い方も多いので、こういろんなね、はい、アレンジもできると思うので、ぜひね、はい、思いっきりおしゃれしてね、きれいに、ね、なってもらって、そういうやっぱり楽しみっていうのもさ、はい、あの持ってない方はね、どんどんやっぱりそういう、持ってっていってほしいと思うしね。僕も割とことおしゃれかどうかは自分では分かんないけど、割とおしゃれは好きなのでね。 今度カットささせてくだいいやいや、もうぜひ、ちょっと、あの、東京行った時には、ぜひ、あの、あの、だから、本当それだけですね。あの、とにかく、まあ、健常者の方とかもそうなんですけど、どう言えばいいんですかね。最後、ヘアスタイル終わった時に、本人気づいてるか分かんないんですけど、一瞬、ニヤッとするんですよね。それが、目が見えない方でも、サポートしてくれてる人が、 うん、いや今まで見たことないぐらいにかわいいよってなったら絶対にヤッとするんでししょうしそうねやっぱりさその例えばガイドさんじゃなくてもね例えばご主人だったり彼氏だったり友達だったりね、はい、まあロービジョンの友達がいたりとかまあロービジョンっていうのはちょっと見えてる人のことなんですけどもとかまあ例えば西眼のねお友達やあの家族ね、うん、が見てきて、うん、くれた時にさやっぱりこう「わあすごい綺麗ね」とか「おしゃれだよって言ってもらったら。うんうん そういう体験ってさ、なかなか僕らの中でって、やっぱ忘れてることでもあると思うのね。んなるほど、うん、はいはいはい。だから僕らともやっぱ見えないから、ね、まあ服を買いに行った時には店員さんの意見とかね、まあいろいろちょっとそういうのをまあ考えながらね、自分にはこういうのが似合うのかなとか言ってこうシミュレーションしながら、まあ実際買っておしゃれやるんだけども。でもそうですね。うん、結局、やっぱ見えないって決定っていうより、 そうそうそう。でそのフィードバックが周りの人からあった日には、はい、このやっぱりさ喜びっていうのはすごいと思うねでかいと思うんですよ。はいはい、あっかくなったんだとかかっこよくなったんだっていうはい、はい、そういう自信にもつながると思うんだよね。はい、だから男性ってさまあ何でもいいやって人も多いじゃない同じジャージでコンビニ行っちゃったりとかそういう人も結構いると思うんだけどおしゃれって見えてないとこもおしゃれするのがおしゃれとかってよく言うじゃないですか。 見えてる人でもちょっとした例えばジャケットの内側とかねそういうところからやっぱおしゃれしたりってあると思うんでだから僕らもまさにそのままで見えてないからでも見えてないからこそおしゃれしてほしいなっていうのはやっぱり僕もすごいあるんでぜひね本当にめぐるさんみたいな方がねやっぱりこうクラブハウスの中でもそうだしどんどんそういう情報を発信していっていただいてね、まあ、そういう就労支援の方のカットももちろん素晴らしいことですし。 やっぱそういう活動をねみんながすることによって、ね、うん、そういう美意識とかいろんなことも広まっていくんじゃないかなという、ねうん、それはとてもいいことだと思いますよ、その目が見えなくて買ったとしても、おしゃれはバンバンするみたいな、それダンジロさんクラブ立ち上げてんのあいやそれはあのぼ僕の、まあ、ルームの中,中で、まあ、イベントとしてやっちゃおうかなと今、まあ、ふと、ね、頭によぎったんで。なるほど、ねはい あのその時はもし定期的なものになればね、それは皆さん、はい、あの女性の方とかね、の中で定期的にやってもらったらいいと思うし、まあ、きっかけとしてね、やっぱり心、はい、の方が来てもらって、いろいろアドバイスをしてもらうとかね、はい、そういうことってね、はい、まあ彼女たちにとってもすごいこうプラスになると思うんで。付け加えさせてもらうと、美意識高くなかった人でも、うんうん、美意識高くなるように、うん、矢印の方向を変える自信もありますけどね。 あそれで俺それもすごい大きいと思うね。やっぱりだからそういう情報を発信するにはね、やっぱクラブハウスって場所っていうのは、すごいやっぱり即効性があるというかね、はい、直接お話しできるわけだから、だからぜひね、はい、これは僕もちょっとここの口約束だけではなくてね、ぐる、はい、さん本当に巻き込んじゃって、はい、ぜひ本当にあの近い将来、開催したいと思いますので、ね、はい、その時はもう、いろいろ興味のある方、ね、はい、あの僕のテレビ見てる、團十郎 TV を見てくれている方もね、はい、参加していただいて、 あのスピーカーに上がってもらってね、はい、いろいろ質問をされたりとか、そういうふうに、まあ、うまくね、まあ、いいイベントができたらいいなと思うので。ああそれはもうね、どこでもあの喋りますよ。はい、ありがとうございます。もうこれ見てる方、本当にまあ皆さんお喜びだと思うんで。はい。はいはい、あとは、あ,といあれです目が不自由な方で、美意識高い方、はい、本気で切りますから、ね、あのじゃあさ もしね、この番組見て、ちょっといろいろ距離もあったり、交通も大変だけども、はい、めぐるさんの店に行ってカットしてもらいたいんだっていう方が、もしね、見えた時に、何ら、はい、かのちょっとしたこうサービスみたいなことってやってもらうことってできます気持ちでいいんですよ、何かをね、はい、きっかけとして。ははい、はいはい、はいあの團十郎さん、ちょっと分かんないかもしれないですけど。はいはい まあ男性の場合ってほとんどカットだけじゃないですか。はいはいはい。でまあ男性の方ももちろんいいんですけど、はい、女性の方ってカラーリングしたりとか、トリートメントしたりとかとか、そうですね。あんちゃらかんちゃらあるんですよ。はい。美容室で。はい。で、それで端数を切ります。あありがとうございます。はい。例えば5,900円だったら900円切ります。あもう5,000円ポぽキ切るってことねあ。ありがとうございます。はい。 詳しい内容は、えー、番組のエンディングで僕がまとめてお口いたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。えー、それでね、やっぱりん散々ちょっと僕もいろんな、ね、今お話聞いて、ぐるさん自身のね、先伝なんかもやっぱりあると思うんですよ。はいはい うん、なんで、もしね、僕のチャンネルって、そんなにみんなが見てるわけじゃないですけども、はい、まあよければね、なんかちょっと告知を僕もお手伝いしたいと思うので、なんか宣伝等をね、はい、もしあれば、ちょっとここで、うちのお店のそう,ですそうです、そうでお父さんのお店の。それはもうあの、来たい人はネットで調べて来てもらって、はいはい、僕はあの、まっすぐ、実はまっすぐ切れませんから。 <laughs> もうご謙遜じゃないですか、<laughs> 完全に。<laughs> えじゃあもう宣伝は必要ないと。もうあの来てくれればもう満足してそうです。帰ってもらえるから、はい、でいちいち宣伝は必要ないと。たまにあの髪の毛と間違えて眉毛落としちゃいますから。そんな美容室 いやいや、本当ね、あの、まあ、冗談も交えながらね、やっぱり自信がね、やっぱりあられると思うので、本当やっぱり、いいまあ、僕もね、いつか本当にちょっと行ってみたいと思うので、ご覧になってる方は、ハス、ね、あの、まあ、後々、あのー、はい。ググってくれれば出ますんで。は今、現在のお店の名前、はい、サロンド SMC です。サロンド SMC ですね。<laughs> はい、はい。じゃあ、皆さんあの、もしね、ご覧の方は、サロンド SMC。SMC がアルファベットですよね。そうです。 立川スペースサロンド SMC で多分引っかかると思う。あ、わかりました。はい。で、これは。その代わり僕、真っ直ぐ切りませんからね。それ覚悟でね。ならない。ねと覚悟で言ってください。わかりました。ありがとうございます。えっと、でも、ずいぶんね、長い間いろいろね、お話聞かせてくれて、ありがとうございます。本当に。 はいえー、でここでですね、ちょっとね、もう一つ、二つ、僕からちょっとおねだりしたいことあって、はいね、もうこの際、徹底的にちょっとね、質問しちゃおうかなと思って、ね、あのこれ、見てる方でね、やっぱりこうプロの、まあ、先ほど、斜めにしか切れないよなんていう冗談もあったんだけども、本当のね、プロの美容師のね、青山だ、新宿だっていうところで、ね、やっぱりこう店長でやられて、そういう方のこうなんかアドバイス、こういう、うん、なんかふうにあの気を使ったらいいよとか。 おしゃれるよとか、うん、なんかそういうのもしあったらぜひちょっとお伺いしたいんだけども、うん、あ髪型じゃなくて髪型でいいですよ全然それもちろんあの美容師さんなんで髪型の中心の話全然、OK、ですはいどうだろうねあのー、なんだろう例えば自分のおうから最寄りの駅までまあ車椅子だったり はいまあ、いろんな手段で行くじゃないですか、はい、駅とかに。はい、それで値段を置いといて、どうしても気になるんだよなっていうところは、行くべきだと思います。ああ、その気になるお店があったときにはね。そうそうそう。うんうん、たとえ、それはた、えー、離れててもってことね。そうそうそう。距離とかその近場で選ぶんではなくて、自分が気になる、例えば、まあまあ、いろんなネットとかね、情報、口コミでも何でも聞いて、うん、気になったら、 やっぱそこをいろいろ見た方がいいってことですよね、うん。うん、そのお店作りとかあるじゃないですか。例えば、だから、いろんなジャンルがあるじゃないですか。その人間にも。だからそれで、お店の中が観葉植物だっだとするじゃないですか。はい。で、観葉植物が好きなんだっていう人がいたら。うん,うん、うん。そのお店気になるじゃないですか。はい,はい、はい。そしたら、そこの美容室の技術とか、はまず置いといて。 はい、その観葉植物でいっぱい並べてるところのサロンに1回は行ってみるべきっていうところだと思うんですよ、まず観葉植物が好きだっていうところで、うん、そこのお店と、うん、そのあなたとでは結びついてるんで、うん、そういう何か結びつく、自分の結びつくところに行ってみる。あまずね値段は関係なく。 それがまあちょっとしたアドバイスですかねそれ以上深掘りしちゃうともう切りがないんで、うん、そうだよねあとはそのやっぱり腕だとか何だとかって話になっちゃうと、うん、そうそう、まあ、そういう人がいるいないって話にもなっちゃうしねそうそれだけ美容室多いから、うんまあね、ちょっとでも気になったら行ってみるっていうん、うん、まあそうですねやっぱりこうおしゃれってやっぱり気にするとこからだもんね、うん、あとはそのちょっと話ずれちゃうけど障害てるけど 大丈夫なのかかっていう確認とかねああ、はい、無理くり大丈夫ですよって言うとは思うけどそれで行ってみるとするじゃないですかそしたらそのの方からしてみれば、うん、いや全然できてないじゃんってなったらもう行かなきゃいいんだしだからさ僕それ今ふと思ったのは例えば僕がガイドと行くとするじゃんうんでやっぱりそしたらさガイドさんはさ別にその誘導のプロではあるけども、うん、やっぱり利用 的には別にプロではないわけだから、はいこれ上手にできましたよ可愛いですよって言われたってわかんないんよね。当然だからガイドに聞くことなると思うの。うんうん、とかまあ、一緒に行ったね友達だったりセガのどうってやっぱなると思うのね。うんうん、だからやっぱそそこのなていうのかな確認しかできないからなんていうのかねやっぱりそういうさっきの自分に合うお店っていうのもあるんだろうけどもそこであの誰に聞いても 評価がもらえるような腕の人に出会うまでね人生そんな長くないので知れてるじゃないですか、リオに行く数もね、それは1か月に1回とか2か月に1回なので、そういう時間っていうのはやっぱりこう贅沢に使うというか、そういうのていうのは僕もすごい賛成で、特に女性の方っていうのは常にやっぱりね美しくあってほしいと思うので、そういうところってすごい大事じゃないかなと僕も思います。そうなると お店作りだと思いますよ、はい、そのお店のビジュアルを見て好きかどうか僕のお店の場合はもうゴリゴリにシャンデリアつけて、はい、バロック調のソファーとか置いてもう要はゴリゴリのもうバロック調なんですよね。それってそういうのが好きなお客さんしかきっと来ないと思う。 観葉、うん、植物がいっぱい並べてある人は来ないと思うんで、だから、障害者の方もそうだと思うんですよ。うん、鏡が見えなくても、お店の雰囲気見えるじゃないですか。うんうん、そうだね触ったり、例えばソファーの質一つだってね、例えば安物のソファーなのか、はいはい、レザーが貼ってあるのかとかね、やっぱりそのこだわりっていうのは、やっぱり僕ら触るから分かりますからね。はいうんうん、あなるほど うん、もう触りまくりますから、本当に。はい、だから、建具って、例えば扉の材質だったりとかね、重厚なもの使ってるな、ここは金属使ってるなって、やっぱすぐ分かるんで、やっぱそういうのは僕もすごい共感持てるかな、僕も気にするところかな。うん、でそこだと思うんですよね、結構ビジュアル的なのものというか、うん、はい。僕が日野でやってた時の、うん。 完全にそうなんで、もうお店の雰囲気選んでるっていう感じで来てくれたんで、うんはい、実際やっぱ車椅子で結構僕もあんまり詳しくわからないですけど、柔道の方だと思うんですよ。ああ、そうなんですね。はい、だからく鏡の前に車椅子を置いても、もう結局自分のお顔見えないんですよね。こう、はい、右に、こうなんていうんですか。そこから動けないんで。はい。 だから車いすにその風呂敷みたいなのを2枚1個つけて、うん、車椅子にも気が付かないようにして本人にも気が付かないようにして、うん、切っていくんですけど、はい、切り終えた後にやっぱ仕上がりって本人見えないんでその連れになった方に「どうですか?」って聞いてうん、うん、そしたら大丈夫です「大丈夫です大丈夫です」 で終わるはい。それでも結局、きつけてくれたんで。そうですね。ありがたいですよね。はいそれはそれでよかったな。はい。ありがとうございました。本当に貴重な話をいっぱい聞けて。はい。ちょっと長すぎましたね。いえ、とんでもないです。ところで、團十郎さん。はい。あの、團十郎さんに、僕が。 質問したいいいいことがまだいっぱいあるんでですすよよ、はい、時,時間もないっすよね、うん、ちょっとこれ結構ボリュームあるんでね多分尺的にはちょっと厳しいかなと思うんですけどですよね、はい、しゃべりすぎちゃいましたよねい,いえいえそれもものじゃ僕も本当にまだまだた聞き足りないぐらいだけどもはい、はい、ちょっと僕あの瞬発的に思っちゃったんですけど、はい、僕が團十郎さんに今度質問するってどうですか、はいはい えー、僕は答えるってことああのちゃんと夢まで考えといてるってことじゃあもう逆バージョンですかこれじゃあ僕がゲストってこと、うん、そう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 いや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 まあ <laughs> 光栄ですけどまあでも僕もがゲストで。はいいいろろ聞きたいことがあるんですよ <laughs> あじゃあもうあれですか一回こっきりのパーソナリティめ巡るということでゲストは團十郎っていう回ってことですね。 いやいやいやまあ僕でよろしければ本当にあの何でも聞いていたい結構なんですけどあの目が見えないっていうところの聞きたいことがすごいいっぱい,いやそれで僕,僕今回ちょっとねりえ子さんお休みしてますけど團、うん、十郎がゲストということで、うん、あればね、うん、ぜひちょっとりえ子さんにもスケジュール空けてもらって、うん、ぜひこう,う美,美についての<あ>はい。わゆる、はい そうそう、僕は途中からなんでね、はい、うん、あの先端点だけど、はい、そう途中から見えなくなって、それで2人にあの質問したことに対して、2人の答えとかって違うんだろうし。いや、多分ね、当然、まあ、女性とね、僕、男なんで、その違いもあれば、あの、りえ子さん、アシスタントのりえ子さんはね、やっぱ先端であので、子供の頃から見えないので<ー>あの、やっぱりそこは全然違うと思いますよ、答えは。 2人の話聞かせてくださいわかりました。じゃあ、ちょっとぜひ、あの、まあ、い夢ですね。じゃあ、かりました。ちょっとじゃあ、夢を僕も、はいはい、考えておくので、えー、なんかすごい展開になっちゃいましたけど、わ <laughs>、はい、かりました。じゃあ、特別編ということで、パーソナリティはは、えー。本当ね、はい、本当、僕も聞きたいこといっぱいあったんですよ、今日。はい、うん。なので、ね ただちょっとボリューム感がすごかったんで。<laughs> はい。まあ、僕もね、本当にまだ次から次で出てきたんで質問がね。はいうん、じゃあ、わかりました。お約束しましょう。はい、ぜひ、あの、はい、僕ゲストで、あの自分の番組ですけど、はい、出させていただきたいと思います。お願いします。いェーイとお願いよろしくお願いします。はい、えー。最後のコーナーに移る前に、ここで番組からのお知らせです。 この動画をご覧の皆様の中で、ぜひ、炭十郎ハウスに出演してみたいと、お思いの方の参加申し込み方法をお知らせいたします。この動画の説明欄に記載されております、ツイッターをフォローしていただき、DM より参加の申し込みをお願いいたします。またもう一つの方法として、クラブハウスから炭十郎さんに直接お声をかけてみてくださいね。 はい、えー、それでは最後に、めぐるさん、はい、あなたの夢をお聞かせください、えー。僕の夢はね、アートパークって、要は物作ってる人いるじゃないですか。その、まあ、美容師もそうですけど、いろ,いろんな作ってる人いますよね、スプレーアートとか。そういう,ところそう,いう人たちを集めて、えーと、パークを作りたいです。それが夢です。 さて、えー、皆様いかがだったでしょうか今回のゲストはヘアスタイリストのめぐるさんでした、えー、番組内ではですねめぐるさんは自分のお店の告知はまあ必要ないみたいな格好のいいことは言ってましたけど、えー、おそらくねお店の告知はやっておきたいんだろうなと思いますので、えー、僕がね代わってここで少々時間をいただいて告知したいと思います、えー、まずですね、えー、めぐるさんのお店は お店の中にですね、バーブースがあるような、とってもおしゃれなお店となっています。そしてね、巨大なシャンデリアがあって、えー、ベルベット調のね、すごく豪華なソファーだったりと、もうとってもね、リラックスできるような空間となっているようです、えー。僕もね、残念ながらこの目ではちょっと確かめることができませんので、まあ、あの知り合いのね、請願者の方とか家族とかにね、見てもらって、えー、とても素晴らしいお店ということで、えー、僕もね、東京に行った際は、ぜひね、 あのめぐるさんにカットしてもらえたらなというふうには思ってます、えー。そしてですね、太っ腹なサービスもいただきましたので、ここで詳しくご紹介させていただきたいと思います。えー、まずですね、税込み金額の端数、えー、例えば5900円だったら900円、6800円だったら800円、これをね、まずカットしていただけるということで、えー、条件はですね、めぐるさんに團十郎 TV、もしくは團十郎ハウスを 見ましたよと言っていただけたらこのサービスを受けられることとなっております、えー、そして期日は2021年年内ということでそして、えー、びっくりするごとにお一人様何度でも OK ということでした是非、えー、番組を見て興味を持たれた方は是非ねめぐるさんの美容室サロンド SMC まで足をお運びいただいてとってもね素敵な空間の中であなたにぴったりなね ヘアスタイルを提供していただけるんじゃないかなと思います。えー、ここまでね、本当に、えー、ありがとうございました。まあ次回はですね、まさかの、えー、僕がゲストということで、えー、どんな回になるか、今から僕も楽しみですけど、えー、皆様ね、ご興味のある方は、ぜひお楽しみになっていただけたらと思います。えー、そして、えー、まだね、チャンネル登録やってないよって方はね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、えー、そしてね、少しでも、えー、共感を。 お持ちいただけたのならいいねの方もねポチッとしていただけるととっても嬉しいです、えー、それではまた次回アリーベデルチ